リチャード・ウッドマンによる肖像画1820年頃第二大アースキン男爵デイビッド・モンタギュー・アースキンはイギリスの貴族、外交官、政治家。1806年2月から7月まで庶民委議員を、1806年7月から1809年10月まで在アメリカが衆国イギリス特命全権行使を、 1824年12月から1828年1月まで、ザイビュルテンベルクイギリス特命全権公使を、1828年1月から1843年11月まで、ザイバイエルイギリス特命全権公使を務めた。トマス・アースキン閣下と一人目の妻フランシス、1805年12月26日没、ダニエル・ムーアの娘の長男として、 1776年8月12日に生まれた。1785年から1787年までチャーターハウススクールで、1787年から1792年までウィンチェスターカレッジで教育を受けた後、1794年10月23日にケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学、1797年に MA の学位を習得した。 1792年に、リンカーン放送院に入学。1802年に弁護士資格免許を取得した。ただし、弁護士業を開業することはなかった。1806年に、父が大法官に任命されると、ポーツマス選挙区の補欠選挙に出馬。父の議席を引き継いだ。議会では政府を支持したが、父が補欠選挙の時より、チャールズ・ジェームズ・フォックスに息子を在アメリカ。 合衆国イギリス特命前健康師に任命するよう求めており、同年7月に実現した。そのため、アースキンの議員障害は半年ほどと短かった。講師への任命以前にアメリカに4年間住んでおり、1799年にはアメリカ独立戦争で活躍した軍人、ジョン・カドワラダーの娘と結婚していた。 英国人明治点ではアースキンが公私職に適任であると評されたが、1807年の数密飲食令の撤回をアメリカに打診したため、1809年10月に外務大臣のジョージ・カニングに召喚された。以降長期間外公職に就けなかった。1811年、ケンブリッジ大学より LLD の名誉学位を授与された。 1823年11月17日に父が死去するとアース禁断男爵位を継承した。1824年12月にザイビュルテンベルクイギリス特命全権講師に任命され、1828年1月にザイバイエルンイギリス特命全権講師に昇進した。以降15年間ザイバイエルン講師を務めたが、功績を上げる機会に恵まれず、 1843年11月に年金を受け取って退任した。退任後は、サセックスのバトラーズグリーンに住居を構えた。1855年3月19日に、バトラーズグリーンで死去、クックフィールドで埋葬された。息子、トマス・アメリカスが爵位を継承した。アースキン男爵夫人、フランシス・アップルトンのアメリカ人名時典1900年版より、 アースキン男爵夫人、フランシスの署名、アップルトンのアメリカ人名辞典1900年版より、1799年12月16日、アメリカでフランシス・カドワラダーと結婚、ご男7女を設けた。1843年7月29日、ブライトンでアンボンド・トラビスと再婚した。1852年12月21日、アンナ・ダラムと再婚した。 ありがとうございます。